はい、今回のスタート地点はですね、自源寺通りですね。ここを左行きます。今日はですね、9月の8日、時刻はね、12時3分です。いい天気ですよ。秋空、秋独特の空じゃないけど、今映ってますかね、あの飛行機雲が。で、さっきね、この車に乗り込む時ですね、上空を見上げたんですけど、あっちこっちにですね、飛行機雲が出てましたよ。あれですかね、飛行機雲が出るときは天候が悪くなるのけ、どうなんでしょうかね。ただね、1年ぐらい前と比べるとですね、あれが飛行機を見るあれが多くなりましたよ、機会が。それでですね、今日はこのあれですよ、ドライブはね、ちょこっとした目的やりますよ。あれです、秋探しじゃなくてですね、ビデオスライダーのね、被写体探し。もうね、あれです、今まではこうただこう風景としか私ちょっと見てなかったけども、これからはですね、風景の中に何かその、ビデオスライダーにふさわしい、あ、ここ右行きますね、なんかあれは状況がないけと思いながらね、見るようにします。それとですね、ビデオスライダーもですけど、キャノン R7 もですね、風景動画としてじゃなくてですね、風景動画としてを撮るカメラとしてじゃなくてですね、近づくカメラ、今までのほら、今このドライブ動画に使ってる GoPro とか、それから歩き撮りに使ってる Pocket 2っていうやつは、いわゆる遠くの風景を撮るという目的じゃないんだけど、そういう使い方にしか使ってなかったんですけども、そのキャノンの R7 ってやつはですね、近く10センチぐらいとかですよ、物はですね、何でもね、近づいてみるとですね、全く印象が変わるんですよ。右の方にほら、子供800円で書いてある、畑島利用店か、あそこの上にくるくるが回ってますでしょう、白青赤ってあれ、あれもね、近くから見るとですね、目の、そうですよ、もう顔を近づけるみたいにして近づいてみるとですね、違うんですよ。で、それと一緒でですね、単なる風景、今このほらラーメン、コキンタラーメンはあれですね、ローソンでも売ってるんですね。いや、あれですよ、昨日ね、一昨日か、あ、昨日だ、あ、一昨日だすいません、マックスバリューに行ってですね、生麺タイプのあれを買ってきたんで、ここ左行きますからね、生麺タイプのですね、あ、ここの信号は和田明って言われですね、そのですね、あれですよ、生麺タイプのですね、ラーメンのね、竹虎という、これ鹿児島でラーメン選手権大会みたいなのがあるんですけど、そこでですね、2回優勝してる指宿の、ラーメン屋さんの生麺タイプの麺を茹でるやつですね、
買ったんですけど、美味しかったんですよ。でその時にですね、コキンタラーメンというのも横に並んでたんです。だからこの今度買う時はコキンタにしようかなって思ってたところに、今さっきのほらあれに上りがコキンタ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 はためいてたでしょ。だからまあコキンタラーメンもですけど、さっきの要するにはためいてる上りでさえもですね、近くから撮るとですね違うあれになるんですよ。まあ確かにその上りには変わりないんですけども、印象がですね、だから映像って面白いですよ。遠くから見るのとですね、近くから見るのと、それからずーって近づいていくのと、それから近づいていたのをずーっと離れるとかですね、それから、止まって見るのと、それからそのカメラを動かして映すのとかですね、そしたらね違うね印象を受けるんですよ。ですからそれをですね、これからですよ、近づく離れる、それから左から右に、右から左にっていう具合にですね、いろんなね、それから高低差、下から見上げる、上から見下ろす、そういうねいわゆるカメラワークを駆使してですね、ガッチャンガッチャン入れますからね。ガッチャンガッチャンって素動するあれじゃないんですよ。でですね、これからですね、あそこに行きます。まあ、ちょこちょこ出てくるけど、西牟田。西牟田のですね、谷山店。何しに行くかというとですね、やっぱりそのビデオスライダー絡みなんですけども、ちょっとね、それに使う、まあ、部品っていうか、それがですね、ちょっとあそこのハンズマンに、品切れだったんで、ハンズマンがですね。で、それを思い出したもんだから、行くことにしますけど、ありがたいですよ。ここはまあ谷山地区ですけども、谷山地区にはですね、まずハンズマンでしょう。それから、北山、そしてナフコ。で、ここの、ナフコは向こうの、どっち系、平川に寄ったところもありますけどもね、それから西牟田でしょう。だから4つ、5つあるんですよ。で、ここ1つの商品がですね、売り切れてるっていう時あるんですけどもね、でも、そのうちの4件をね、回るとですね、それがあったりするんですよ。でそれでね、ここ右ですね、こっから今のところが225号線で、ここから今のところ赤信号が見えるでしょう。ここ左行きましょう。そこの信号の向こうがね、今白い車が通ったところは産業道路ですけど、こっちからあれですよね、今から行くその西牟田の谷山店に行ったことはなかったんじゃないですかね。このね、今その左右に公園が広がってるんですけど、ここの公園の樹木はほとんどが常緑樹じゃないですかね。で、ところどころにあれが、桜が植えてあるのかもしれませんね。だから秋の気配をね、こう探してるんですけどね、見つかりませんね。今ね、12時12分になりました。
秋よ来い、早く来い、歩き始めたみーちゃんが、秋、うん、秋は秋でいいですよね。あの、咲く花っていうのはあんまりないけど、あの、葉っぱが、まあ、紅葉っていうんですかね。まあ、あの、奈良とか京都みたいな、あの、真っ黄色にとか真っ赤にというあれはないんですけども、やっぱりね、ほら、あの、イチョウが少し黄色くなったりですよ。で、それがこう、あの、風に舞ったりですよ。そういうのがですね、望めますからね。今日はですね、普通あの、あそこのほら、あの、正面のあの、屋上に上がっていきますけども、今日はね、屋上じゃなくてですね、こっち側のね、右側にね、資材館っていうのがあるんですよ。いろんなその、いろんな要するに資材そのままですね、あるんですけどもね、そこの資材館の手前側がですね、ここですね、ここに、今から見えてきますけど、ペットランド、ちょうどこの正面に当たるこの辺にですね、この、はい、壁の向こう側にですね、そういういろんなその DIY に使うようなね、材料が置いてあるんですよ。ですからね、今日はね、ここあたりのね、駐車場にね、止めましょうかね。あ、すぐ帰ってきますからね。とりあえずはここであれしましょうね。はい、ありがとうございました。あ、すぐ帰ってきますよ。はい、早かったでしょう。部品ありました。部品というかですね、あの、ゴムキャップなんですよ。あの、ゴムのキャップ。だからの、一つがですね、135円。それをね、8個買いました。ですからですよね、この、あの、イレクターっていうね、あの、部品なんですけどもね、やっぱりね、あの、8個っていうのはですね、なかなかですね、同じところでない時があるんですよ。っていうのが、あの、例えばこの西牟田さんなら西牟田さんで、ゴムキャップが5個、在庫が残ってるっていう状態で、次の発注はかけないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、イレクターっていう商品自体がですね、あの、まあ、ある種、何ですかね、そんなに一般の人がどんどん使うっていうあれじゃない、あ、ここ左行きますからね、そういう商品じゃないんですよ。ですから、まあ、ゼロ、普通私がのあれからするとですね、商品がですね、ゼロになって初めて発注をかけるっていう感じが多いみたいですよ。ゼロになってからですね、なかなかね、2週間ぐらいずっと空っ、その部品が売り切れて空っぽのままっていうのは結構ありますからね。ですね、それでその、まあ、8個買いましたけど、それでもですね、まだね、5個ぐらいは残ってた。西牟田のそこの場合ですね。だからこれがね、例えば7個しかなかったってすればですね、これがまたストレスになるんですよ。ほんで、そのゴムキャップをですね、全部取り扱ってるかどうかわかんないけど、さっき言ったその4件ともですね、あれですよ、取り扱ってるとは限らないんですよね。一番ですね、そのイレクターに関して、品揃えのいい、あ、ここ左行きますね。なんでかというとですね、この前ね、この左側のね、建物をですね、壊してるところを、今ほら、ちょうど正面の左側、
カバーがかかってるし、ここをね取り壊し中だったんですよ。わかります？ほんでこれをするには、あ、一旦ここ右行きますからね、一旦右行きます。ここを右に行ってですね、ここのダイレックスでちょっとあれですね、まあ宣伝がてらダイレックス、ここ、知らない人も多いかもしれませんけど、ここにねダイレックスができてるんですよ。谷山中央店ってやつですね。通らせてくださいね。あ、結構多いですね。いやいや、ここ産業道路と225号線に挟まれてるから認知度が低いかなと思ったけど、そういうことはないみたいですね。はい、こっからですね、こっから右行きますよ。そしてですね、今ですね12時半ですから、作業員の方もあれだと思うんですよ、昼食時間だと思いますから、この重機は動いてませんけど、わかりますよね、ほら左のところになんか建物に乗り上げるようにして、今止まってますけども、こんな感じですよ。だからこれね、昨日か一昨日気づいたんですよ。だからね、まあお任せテレビをしてるからこう気づくようになるんでしょうけども、あっちこっちでですね、新しいものができたりね、古いものがね取り壊されたりしてますがよ。はい、左の方はニトリですね。ですから鹿児島の場合は、まあ大きなところではですよ、中央駅の西口、あそこに今再開発ビルがこう今建設中ですけれども、あそこもですね、重機が動いてないんですよ。周りが大体ブルーシートみたいので覆われてますし、それと昔の建設現場と違って、今はなんかこう、プレハブ方式になってるんですかね。鉄骨が出来上がったら、あとはもう静かに、遠くから見てる限りですけどね、静かにこうなんか、組み上がっていくという感じで、だからそこに一旦建物がこう鉄骨ができるっていうところを目にしないとですね、いつの間にかこうそこに建設物があったり、逆にその取り壊しをする時もまず、目隠しをするみたいに、あれですよ、よそから見えないようにじゃなくて、そのなんかがほら工事の、途中で、小さなコンクリートの破片が落ちてですよ、それが車道側に行ったり、人道側に行ったり、歩道側に行ったりしないようにということなんでしょうけどもね。だからね、静かに変わりますよ。変わっていくときはね、なんかね、ガタ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 とかですね、そこあたりをまっすぐ行きますよ。大勢の作業員の方がどうこうっていうのはあんまりないですからね。富士ギヌ、あ、ビッグツーっていうのは会社だったんですね。建物の名前、今のですよ、ハンズマンの前はそこはビッグツーだったですもんね。嵐元はこっちに混んでよかったんだった。いやいや、じゃあ左行こう。こっちの方はね、秋探しに、あ、今左の橋のたもとにすすきがありましたけど、ここもそうかな、このほら堤防沿いにこうあるでしょう、
これはね、なんだろう、セイタカアワダチソウはわかりますけどね。左側にほら、向こうにほら、橋があるでしょ。あれは谷山臨海なんと、それと、わかりますかね、水面スレスレを走ってるのがトッピーかロケットですよ。高速艇、谷役方面に行くんですけどもね、もしかすると今行くと橋の上から見られるかもしれませんね。ちょっと待ってくださいね。国家アラマだっけ、次のこっから左折できるんじゃないかな。船ですよ、客船とか、ああいう客船なんかも結構早いですからね。ましてやその今のがトッピーか、要するに、ロケットで水中抑船ですよね、昔で言うね。あれですから、もうその橋の上に行った時はもう向こうの方に通り過ぎてるかもしれませんけど、行ってみましょうね。さあどうなんだ。少し雲があれですかね。秋雲の感じしますかね。カメラをちょっと右向けますからね。さあどうだ。今すげえ。いや、ちょっとね、見えない。運転中は見ないようにしてますからね。今ちらっと見たけど、あれではカメラに映ってるかどうかわかんないけど、桜島のね、今ね、右のね、裾のね、どっかの辺をね、疾走中。その手前の作業船があれですね。ここ左行きまーす。今日はですね、さっきこう見たときは飛行機雲があちこちにこう交差してたんだけど、ちょうど飛行機のあれじゃない、運行時間を過ぎたんでしょうね。あれですよ、今日は9月の8日だけども、9月に入った途端ですよ、まあ台風がほら通り過ぎて、まあそういう関係もあるかもしれないけども、こう秋めいてきましたもんね。本当にね、あれですよ、今日はね、半ズボンを履いてきたんですけどもね、今半ズボンって言わないんですかね、ショートパンツですかね。まあ要するに短いパン、あれですよ、ズボン、サミぐらいって膝小僧がですね、あれだからもう今日があれかも、今年最後の半ズボンかもしれませんね。そしてですね、と言いながらね、今空を見てるんですよ。どっかね、ぐんぐんと伸びる飛行機雲がないかなと思うけど、ちょっとないですね。はい、もうこのまま真っすぐ行けばですね、次の信号で引っかかるだけですから、ここあたりでですね、お開きにしましょうかね。ちなみに左はですね、東海卓球場、いや、すいません、庭球場で、テニス場ですね。ほんで見えないけど、左側は、あれです、南警察署です。ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。